皆様改めましてこんばんは。実は前回の天満橋バイブルクラブで終わった後で質疑応答の時間を持ったのでした、そこで触れましたさまざまなご意見を聞きながら、ここに来会してくださっている方々の意識の高さに感動しましたし、私自身多くの発見がありましたので、今日もできるだけちょっといつもより短めにして、そういう時間を持てたらなというふうに思っております。実はつい先日もある講演会が終わりまして、質問する方が来てくださったんですね。でその方はある大企業の産業医の下で、アシスタントとして看護師さんをなさっている方でした。産業医というのは患者さんを見るというよりも職場の社員たち労働者たちの健康状態をチェックするというか、ほとんどは、ストレス管理ですね。多くの方々がこのうつの問題を抱えておられる。仕事でそうなるというよりも仕事の人間関係です。それでそのドクターが大変できた人でね、この方実はですね、うつ病を患っていたんですけれども、薬を処方しないで考え方を変えることによって乗り越えたというドクターなんです。で何かこのパワハラメーター、そういう人が出てきた時に、私はこうやって乗り越えましたっていろいろ伝授してくださるんですが、そのうちの一つがね、それってあなたの主観でしょと心の中で唱えなさいというんですね。うわー、それってあなたの主観でしょってね、心の中で言うんですよ。ところがですね、それだけではどうしても効き目がないという方々がいらっしゃるんですが、そういう方々にこのナースがアドバイスする不真面目なアドバイスが実に大きな効き目を表しているということで、引っ張りだこのナースなんですね。特に職場の中でマウントを取る人、マウントを取るって分かりますかね。これはネットから出てきたスラングだそうですけれども、動物の世界では自分の方が優位に立っていて、お前は負け犬なんだ、お前は俺よりも位が下なんだということを見せつけるために、馬乗りみたいな状態になって、俺はできる、お前は無能みたいに。でそれと同じように人間の場合は実際には馬乗りになるということはなくても、精神的に馬乗りになって、そして俺は有能、お前は無能、俺はできる、お前はできないみたいにしてね、いちいち自分を威張って、そして自慢して人を腐してネチネチと、そういう人とずっと職場で付き合わざるを得ないということになればね、大変ですよ。それってあなたの主観でしょ。それではね、それでは聞かない。でこのナースはいくつかの言葉を持っているそうで、一番評判がいいのがね、マウント取ってきたら、え、すごい、そして次に、だったら金貸してって言いなさいって言うんですよね。お前はすごい、俺は全然ダメ、お前できる、俺全然できへん、何でもできる、お前は恵まれてる、恵まれてるやつが恵まれてない俺に何か貢献してもいいやろ、金貸して。マウント取ってくるたびに金貸してと言うと食い止めることができるって言うんですけど、ね、せやろなと思います。つまりね、嫌なことをやってくる相手に対してそれを抑えるためにはどうしたらいいか、その嫌なことをやってくるものが困るような武器をチラ見させることです。もしそれを出してきたら俺はこれを出すよというふうに相手がひるむような何かを見せるということなのだというのですが、これは国際情勢においても言えることなのです。実はこのウクライナ戦争始まってもう3ヶ月以上経ちました。2月24日の朝5時ぐらいに始まったんです。しかしなぜプーチン大統領がこのような冒険に出たのか、一言で言うならば舐め腐ってたんですよね。一体誰を舐め腐ってたのか、もちろんウクライナですけれども、その前にロシアというのは軍事の大国ですよ。大国は小国の意向について全く気にしません。大国が気にするのは同じように自分と同じぐらいの力を持っている大国がどう動くのか、
ということを気にするわけですね。つまりもしロシアがウクライナに侵略をしたときに大国であるアメリカがどう出るだろうか、アメリカは横槍を入れてくるだろうか、我々に反撃するだろうかということを当然考えるわけで、いや大したことしない、アメリカは我々がそういうことをしても大したことはしないというふうに確信してたんですね。なぜ確信できたんですか？バイデン大統領だからです。私は今回のウクライナ戦争の引き金を引かせた一つの要因というのはバイデン政権にあると考えています。まあ、バイデンさんの前はトランプ大統領ですよね。まあこの講演会ずっと参加してくださっている方はご存知だと思いますが、まあ、私はトランプ大統領を応援しています。次の大統領トランプ大統領になってもらったらどんなにいいだろうかと考えています。このトランプ大統領の時代、アメリカは国内のシェールガスとシェールオイルというのをまあ一生懸命汲み取る、そのことを奨励したんですよね。その結果何が起こったかと言いますと、アメリカは世界最大の産油国になりました。つまりエネルギー自給自足体制を確立しました。エネルギー自立ができる国になりました。よその国に一切依存しなくてもよくなりました。それだけではなく、ジャブジャブに余ったその石油あるいは天然ガスをよその国に回して輸出させることができるようになったんですね。まあトランプ大統領の考え方というのはね、これはねバイデン大統領と全然違うんです。バイデン大統領の考え方というのは一言で言いますとね、脱炭素原理主義です。脱炭素原理主義とは一体何かと言いますとね、実はバイデン大統領にとって最大の敵っていうのは共産主義じゃない、イスラム原理主義じゃない、独裁主義じゃない、何なのか、地球温暖化です。二酸化炭素こそは21世紀22世紀の地球を破壊するんだということでね、この脱炭素原理主義、まあ、グレタ主義と言ってもいいかも分かりませんね。あのスウェーデンの少女ですよ。まあ、でもそういったことをなぜ彼が乗っていったかといったら、実は民主党っていうのはまともな民主党員から極左の民主党員までいろんな人たちがいてる。トランプ大統領に対抗するためには民主党の中を一つにまとめる必要があったんですが、みんなそれぞれ主張していることがバラバラすぎるんですが、この民主党員の意見を一つにまとめる一つ残ったスローガンが、地球温暖化に対抗しよう、二酸化炭素を出す化石燃料を燃やさないようにしようということでした。脱炭素主義です。まあ、二酸化炭素が地球温暖化であるというのは一つの仮説ですよ。誰も証明したことはない。でトランプ大統領はですね、そうではなかったんですね。この二酸化炭素を出さない、これは化石燃料を取らないということじゃなくて、テクノロジーの力を使って燃焼効率を上げることによって結果として二酸化炭素の量を減らすことができる、これが先進国流の国際貢献になるんだということで、国内産業に対しまして無理な脱炭素政策というようなことを強制することは一切ありませんでした。よそから買わなくてもアメリカ国内に天然ガスや石油が眠ってる、それ取ろうじゃないか。そして規制緩和と相まりまして、まあトランプ大統領の4年間で、ね、空前の経済活況です。この空前の経済活況で財政的余裕が生じたので、トランプの4年間にアメリカは軍事費を2倍にしたんです。いやそれだけじゃない、実は石炭を焼くのをやめてシェールオイル、シェールの天然ガスを燃やすことによりまして、実はアメリカはね1年間で二酸化炭素削減量世界一になったんです。皆さんどっかで思ってませんか、トランプっていうのは石油石炭を炊きまくって二酸化炭素をむちゃくちゃに出しまくってるという、そういうイメージありませんか。作られたイメージです。実際には歴史上最もたくさんの二酸化炭素を削減させたのはトランプ大統領です。僕別にあの共和党かお金もらってませんからね、これね、客観的事実として、まあ、申し上げてるんですよね。
つまりトランプ大統領の時代にはエネルギー自立国家になり、世界最大の産油国になり、中東に顔色をうかがうようなことが一切なくなってしまったということですよね。ところがバイデン大統領になってどうなったかと言いますと、これは地球温暖化阻止のために脱炭素原理主義ということで、まずこの石油燃料って化石燃料、石炭とか石油とか天然ガス、大昔にいた動物や植物が長い時間かかって燃料に化けた、これを化石燃料と言います。この化石燃料を焼いたら二酸化炭素が発生するから、そういう化石燃料の会社にさまざまな規制をかけていきます。それだけではなく、国際的にも化石燃料を使わないようにしようということで命じていったもんですから、全世界的に新しい油田発掘がしぼみました。その結果どうなったかといったら、当たり前のように石油価格が上がったんですよ。ガソリン価格が上がったんですよ。皆さんのお家はいかがですか？ガソリン価格が上がるとどうなりますか？流通の例えばトラック便なんかの値段が上がりますね。そうしましたら全部物価が上がります。経済は大ダメージですよ。なのでどうしたかと言いますと、この減った分、自分のところで取ろうと思ったら取ることができるのに、それは出さないということで、減った分バイデンはどうしたかと言いますと、外国からの輸入によって穴埋めしようとしたんですよ。その穴埋めをどこの国から買ったのかと言いますと、ロシアです。バイデン大統領になって毎日毎日毎日、少なくても1日20万バーレル、多い時には67万バーレルの時もありました。ロシアから石油や天然ガスを買って、でその支払ったお金はウクライナ戦争の戦費として使われてるんですよ。それでまあ戦争が始まってしばらくして、バイデン大統領はロシアからの石油も天然ガスもゼロにするって言ってね、まあ偉そうに言ったんですけど、じゃあロシアから切ったら、今度ロシア以外のところから埋めないと、アメリカっていうのは車社会ですから、これガソリン止まってしまったらどうしようもないということで、今度どこに頼んだか、イランですよ。皆さん、イランっていうのは、まあ、日本にはね、なんかね、親日、イランは親日の国であるという神話がありましてね、イランっていうのは親日で、イランっていうのは日本のことが大好きでってね、イランは普通の国じゃない、まともな国じゃないです。イランっていうのはイスラム原理主義テロ支援国家、まあ恐るべき。このイランにつきましては、後でもうしばらく、もう少しですね、詳しく申し上げたいと思いますが、そのイランに声をかけて、そして石油を増産するように後押しして、そして核合意に戻ってくれよみたいなことで、そのモーションをかけていくんですけれども、イランに声をかけるだけではなくて、実は中東アラブの国々の中に親米国家ってあるんですよね。アメリカと仲良しの国、アメリカのと仲良しの産油国の中で、特にサウジアラビアという国と、アラブ首長国連邦 UAE という国、この UAE というのはアメリカ、トランプ大統領の仲介でイスラエルと国交を結んだんですよ。この2つの国に石油の増産やってくれというふうに言ったんです。言ったというか、石油の増産をやってくれということを言うための首脳会談をやろうよ。皆さん、アメリカの大統領、世界で一番政治力のある大統領から首脳会談が申し込まれたら、それは受けますよ。ところがこの2つの国断ったんですよ。お前とは会いたないと。アメリカの方からプロポーズしてんのに首脳会談蹴るか、なんで。この UAE もサウジアラビアも今イランと戦ってる最中なんですよ。イランと戦ってる最中の同盟国のこのサウジアラビアと UAE
でね、実はイランはこの2つの国攻撃するのにね、イランから直接攻撃してるだけではなくて、この南の方にイエメンという国があるんです。このイエメンにね、イラン派の手先となって動いているテロリストグループがあるんです。フーシ派と言います。フーシというグループ派、シーア派とか言うでしょ。ちなみにあの皆さん、このシーアという言葉の意味はね、派という意味です。派閥の派です、シーアというのは。だからシーア派言うたら、ハハ殿様キングス、こういうのをダブルミーニングと言って訳しようがないんですけど、この風刺派がドローンを飛ばして、イラン製のドローン飛ばして攻撃加えて、そしてサウジアラビアの貯蔵タンクを爆破したというのがあったじゃないですか。2021年にね、今治かどっかの日本の企業が所有しているタンカーがホルムズ海峡で襲われて爆破されましたよね。あれもイランのドローンでやられたんですよ。狂ってるこの国、ここ後でカットしよう。まあね、大変な国ですよ。で、この風刺派をアメリカはね、テロ指定団体から外したんですよ。なんで外すねんと。我々は日々この風刺派の攻撃にさらされて苦悩してるのに、アメリカなんでそんなことをすんねん、敵に死を送って味方をなんでそんな対抗するんだということで、それに対する最大の抗議の意を込めて、お前とは会わんわということで断ったんですよ。でね、まあこれね、盗作してるとしか言いようがないんです。と言いますのはね、あのロシアからのオイルにしても、イランからのオイルにしてもですよ、アメリカから取れるオイルにしてもね、こう燃やしたら出る二酸化炭素と一緒じゃないですか。これ自分のところのは組まんと、よその買ってきてそれで燃やしたら二酸化炭素減るんですか。どこの原産国でも油燃やしたら、燃えて燃えたら二酸化炭素一緒の量出るんちゃう。まあ、これがね、左派イデオロギーの変なところですよ。しかもね、アメリカで取れた石油の場合、あるいは天然ガスの場合は、それを取るために必要な労働力を、これ全部アメリカ人ですから、お金アメリカに落ちるんですよ。よその国から取ってきたら、アメリカの資金がよその国に行くじゃないですか、テロリスト国家に。そして去年の8月、思い出してください。去年の8月、アフガニスタンからアメリカは撤退したんですけれども、あの撤退の仕方、むちゃくちゃ。そしてアメリカはイランに核合意に戻ってもらうために、実は誰にその仲介を頼んでいたかといったらロシアだったんですね。で、プーチンそれ全部見てるんですよ。バイデン政権が始まって1年経ってね、その間にバイデンは自分のイデオロギーのためにロシアからのオイルをどん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 増やしていってる。そしてバイデン大統領はイランに核合意に戻ってもらうためにロシアチャンネルを使って我々に頼み込んできている。だからロシアに借りのあるアメリカは、ロシアがウクライナに入ったとしてもめったのことはできんだろうというふうに勘違いしたのです。つまりロシアが入ったとしてもアメリカは何もできないというふうにロシアに思わせてしまったということが、ウクライナ戦争の引き金を引かせた一つの要因ということになるのではありませんか。アメリカを舐め腐ったというのが、これが一つですね。二番目に、ウクライナを舐め腐ったんです。まあ、この舐め腐ったというそういう表現が正しいのかどうかよく分かりませんけれども、まあウクライナという国はですね、今から8年前にクリミア半島を取られたんです。これね、クリミア半島ね、かろうじてこれなんですよ、これ。せやけどほんまに説明しにくいわ、この地図。
で、このクリミア半島を取られた時に、しかもね、わずか1日2日で取られてしまうんです。実はロシア側に買収されていたウクライナ人が数万人いたというふうに言われています。親ロシア派の住民、あるいはロシア人だけではなくてウクライナ人であるにもかかわらず、お金で転んでロシアに協力した人たちが数万人いたというふうに言われていますね。そしてクリミア半島はあれよあれよという間に 何が何だかよく訳が分からないうちにロシアの手に落ちてしまったということなんですが、まあその時に、それから8年経ったんですけれども、それに対して抵抗運動するのはいわゆる民族主義者の人たちばっかりで、一般のウクライナ人というのは平和主義、日本人と一緒、平和主義で抵抗が嫌いで戦争することは大反対で、まあこんなウクライナは今度キーウという首都を取ったらすぐに寝返るだろうということで、まあ甘く見たんですよね。そして2月24日の朝5時台、まあ一番最初にねミサイルを撃ち込みました、主要都市に。その次に空挺団を送ったんです。空挺団というのは落下傘部隊です。しかしすぐに制圧されました。ところでこの8年間アメリカは実はウクライナに入って軍事訓練していたんですけれども、不思議なことに2月24日に戦争が始まるや否やアメリカは武器を送るのをやめたんです。戦争が起こっていない時には要請に応じて小さな武器を与えていましたし、その武器に習熟するためのトレーニングをしました。しかしいよいよ戦争が始まって、これから大量に武器弾薬兵器が必要だという時に、アメリカは2月24日から3月上旬まで1週間ストップしました、武器を完全に。一番武器を提供してほしい時にアメリカはなぜウクライナに対して武器を止めたんでしょう。簡単に負けると思ってたからなんです。ウクライナは抵抗してもあっという間にロシアの手に落ちるだろう。だって1日で首都キーウまであと数キロのところまで迫ったんですよね。こんな国ないですよ。これなんでそんなに簡単にやられてしまったんだということで、まあ負けると分かってる国にアメリカの最新兵器を渡したらどうなりますか。その最新兵器はロシア側の手に渡るんじゃありませんか。そしたらアメリカ製の兵器のテクノロジーの秘密が盗まれてしまうんじゃありませんか。負けると分かっている国に投資する国はどこもありません。だから最初の1週間バイデンは冷血なもんでね、どうせ負けるわということで武器ストップということで全く動かなかったんですが、ところがところがこの1週間の間にね、予想外の善戦をしたんですウクライナ軍が。簡単に負けると思ってたら、なんと、まあ、命がけで戦って頑張って押し返したり踏ん張ったりしてる。そして前線で一部ロシア側を押し返すなどということが見えた時に、突然武器を出し始めたんですね。まあ、その武器というのはね、いわゆるジャベリン銃をはじめとするですね、肩から担いで、まあ、いわゆるですね、その重火器というよりもね、個人の人間が肩に担いであちこち持ち運びすることができるような、そういう兵器ですよね。それがだんだん重機に変わっていきます。重火器に変わっていきます。今ウクライナに軍事支援している国47カ国ですよ。まあ、これ見てね、私たちは学ぶことが一つありますよね。世界の支援というのは国が困っていたら自動的に来るんじゃなくて、特に戦争においてはですよ、国家危機存亡の戦争の時に世界の支援はどういう条件が揃ったら協力が集まってくるのか、それはその国の覚悟と戦いぶりです。これあっけなく負けてたらね、あかんわこれということで、
みんなかわいそうやなー言いながら武器支援しなかったと思いますが、これね、戦ったんですね。戦って善戦し押し返し、特にゼレンスキーという大統領はもともとコメディアン出身でしょ。そんなコメディアン出身のそんな素人の政治家がそんなビビってすぐ逃げ出せやろと思ってたら、我々に欲しいのは亡命のための乗り物じゃなくて武器だ兵器だ、それ与えてくれということで、まあ、毎日のように自分のスマホで直接 SNS を通して実況中継みたいなのして鼓舞して国民の心を盛り立てて、そして大健闘だから、これね、もしそれがなかったら、ほんな逃げますさということでね、ほんな逃げますさっていう、そんなリーダーいますか、なんぼでもいてますからね。アフガニスタン あのカルザイという大統領で、あのアフガニスタン崩壊する前日にすでにアラブ首長国連邦にいてたじゃないですか。逃げたな、あの人。だから、もし日本が生き残る、万が一の時に生き残ろうとしたら、それは日本の国の国民の覚悟と戦いぶりです。では日本の国の覚悟って何かといったら、絶対に独立を守るという覚悟です。どんなことがあったとしても、我々は蹂躙を黙って見過ごしにはしない、我々の国を守り抜くぞというその決意ですよね。まあそれがなかったら、本人が戦うつもりがないのに周りの国が助けてくれるわけがないんですが、でもね、この中でね、日本の指揮者と言われてる人たちがね、なんでこんなに今ウクライナでたくさんの人が死んでるの、降伏せえへんかったからやと、ひどい犠牲が出る前に降伏していたらこんなひどい目に遭わなかったのに、犠牲が出る前にとっとと白旗を開けて降伏すべきじゃないか、元大阪市長の橋下徹。いや僕ね、あのね、都構想賛成だったんですよ。というのはね、関東大震災絶対来ると思ってるんですよ。まあ大阪だって南海トラフがあるからどこ逃げても一緒かも分からへんけど、首都機能っていうのはね、首都がどっか一個潰れた時にすぐに代替設備を九州に1個、西日本に1個、東日本に1個、東京以外にそれぞれ持っておくっていうのは必要なことじゃないかと思ったからええかなと思ってたんですけれども、まあお辞めになってからむちゃくちゃやないかれよう、そんなことをと。まあ実はね、橋本さんだけじゃないんですよ。早く降伏しろよって他の国家元首でも言ってますよ。例えばフランスのマクロン、ゼレンスキーむちゃくちゃ怒ってる。それからこの間スイスのダボス会議で99歳のキッセンジャーがネットで参加して、プーチンは手ぶらで帰られへんから領土を諦めて戦争終わらせみたいなこと言ってるやん。あの男はね、あかんわ。キッセンジャー、昔の栄光で僕はね、あのね、その米中国交のね、隠密で確かに活躍したけれども、あの裏話をいろいろ僕は見てみたらね、キッシンジャーの知恵じゃなくてニクソン自身の知恵ですよ。特に置いてからは中国の手先になって動いてるから、キッシンジャーの言うてることはよく聞いてください。そしてよく聞いた後でその反対を考えてください。当たりますから。だからキッシンジャーも言ってるし、マクロンも言ってるし、もうそろそろいいじゃないかというふうに、まあそういうふうに言うんですけど、でもね、独立しなったら平和になりますか。今ね、今日のあの新聞に載ってましたけどもね、今ウクライナの内部で何が起こってるかといったら、実はこの特に東部地域がロシアによって占領されてるんですけど、そのロシアの占領下に入っている14歳以下の少年少女たちは皆拉致されました、ロシアに。そして収容所に入れて、それからロシアの一般家庭に養子縁組する、その養子縁組する手続きを簡素化するための法案にプーチン大統領がサインしたんです。これどういうことかと言いますとね、
ロシアも日本と同じで人口減少に悩んでるんですが、実はロシアの全ての人たちが人口減少じゃなくてね、白人系の人たちが減っていってるんです。ロシアの中でも中央アジアの人たちは、特にイスラムの人たちはたくさんお子さんを産むんですね。でもロシアとしましては、白人系のロシア人を増やしたい、そこで25万人の子供たちをウクライナ人の親から引き剥がすんです。収容所に入れて、で親はお前はネオナチだと言って親と子を分けるんです。で子供を25万人ロシアに連れて行って、そしてロシア人の家庭の中で幼い時からロシアの歴史観や価値観を教え込んで、ロシア人として精神から改造していくということですよ。これ降参したらね、降伏したらそうなりますよ。そんなんされたいですか？ロシアですら、あえて言いますけどね、ロシアですらここまでやるとしたら、これ中国だったらどうしますかね、これ。まあ今日の GO チャンネル、実は今上がってるので、今見ないでくださいね。今僕の方見てください、これ。中国の内部で起こっていることについて少しレポートしたんですけれども、まあこのチベット、モンゴル、ウイグルで何が起こってるか。特にウイグルでは若い男性たちは収容所に100万人以上入れられて、一部は生きながらにして臓器を抜かれて臓器移植のために利用され、ウイグル人の若い女性たちは不妊手術を強要されています。子供が産めない体に変えられてしまう。そうすることによって漢民族の中でウイグル民族が消滅するように人工的に手を加えているわけですね。そんなことあってはならないってみんな思ってる、みんな思ってるけれども、誰も止めることができない。なんでこんなことが起こったのか。独立を失ったからです。独立を失ったら専制国家の言いなりになりますよね。まあ、国って一体何なのかなって、特にユダヤ人の歴史をずっと見ていきましたらね、国をなくすっていうことの悲哀、国家がないっていうことがどれだけひどいことになるのか。私たちは日本人はですね、これ島国ですからね、この国境を越えて外国がやってくるなんてことはほとんどなかったんですよ。現行の時と、それからサンフランシスコ講和条約までの7年間のアメリカ GHQ の進駐、あれぐらいでしょう。もう大陸、イスラエルみたいにこの世界三大大陸のど真ん中におったら悲惨ですよ。南に大国エジプト、東にはメソポタミアがあって、大きな国同士が何か戦争するときにいつも通過点。まあ国がなくなった後でユダヤ人がユダヤ人らしく生きるのにどれほど苦労したか。日本人にとって日本ってどんな国かといったらね、日本人が日本らしく生きていくのに一番良い環境が整っている場所だと思います。日本人にとって一番住みやすい環境って何でしょうか。私はまず第一番目に思うのはね、日本語が通じるということですよ。海外行った時に困る。まあ英語達者な人はね、問題ないかも分かりませんけど、でも日本語が通じる、そして日本人の常識が通じる、そして日本人の共通の記憶、歴史、何か物を例える時にちょうど信長が本能寺で撃たれた時って言った時に大体分かるじゃないですか。本能寺ってどんな食べ物、そんなこと言う人いてへん。大体私たちは共通の記憶というのを、日本史というのがあるじゃないですか。詳しい年号を忘れたとしてもですよ。つまり日本というのは日本人が日本人らしく生きていくのに一番いい環境じゃありませんか。いやもちろんね、中にはこの日本という閉塞状態が俺は嫌やねんと、日本という国におったら窒息しそうや、俺は日本外出てきたんやという人はそうなさったらいいんです。それぞれ個人の自由ですよ。そして外国で苦労なさったらいいんです。
そこで順応して、ああよかったと思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども、でも大半の日本人はね、この国に住んでいたいと思ってると思いますよ。そして海外で住んで活躍してる人も、時々は帰ってきてふるさとの味を味わいたいと思ってるんじゃありませんか。帰ってきた時にここが天安門広場みたいになってたらね、嫌じゃない。つまり国家っていうのは、その民族やその国民が一番自分らしく生きるのにぴったりの環境を提供しているのが国家であって、そんなもんいらんと言ってる人はそれはそれでいいんです。だけどそういうのがいいと思ってる人たちの生き方に口出しすることはできないと思います。でこの国をどうするのかというのは、その国に住んでいる国民の覚悟と戦いぶりにかかっているということですよ。自ら、ああもうそんなつもり、戦うのあきません、ね、そのもう、ね、中学さんあかんからあかんから言うて。実は私もすごく、よく読ませていただいているある、福井県立大学の福井教授という方がいらっしゃるんですけどね、まあ、この方がね、こんなことをおっしゃってましたね。もし中国が攻めてきた時に、その時にも無駄な血を流すのではなく降参したらいい、大きな被害が出る前にさっさと降参したらいいという指揮者や論者がいる、いるんです。もういいそうや。でももうそんなん言うと後でいっぱいカットして編集しないとダメですよ。もうね、日本の中の親中派ってね、むちゃくちゃですよ。もうちょっとだけ言おうか。あのね、まあ、今度も参議院の方でね、対中非難決議出せないんです。なんでか言ったら公明党が反対してるからですよ。なんで公明党ってそんなに中国の肩持つん。実は田中角栄が日中国交樹立の時に密使を使わせてたんですね。誰を使わせたかと言いますと、武入委員長です。武入さんというのは公明党の人ですよ。でね、実はね、そのための許可をトップにもらおうと考えてたんですね。ここは全部カットしますので、メモを取らずに聞いてくださいまあとにかくね、いろんな論者がいますが、もしね、例えば日本が北京の軍門に下ったとしますよ。そうしましたら、その瞬間に恐るべきことが起こる。何が起こるかと言いましたら、世界最強の軍事力を持っているアメリカが同盟軍から敵国に変わるということです。一緒に戦うから同盟軍でやってね、敵陣に寝返ったらアメリカにとって日本というのは破壊対象になります。叩き潰さなければならない対象になるんじゃありませんか。特にね、降伏するといっても、戦って戦って最終的にやむなく降伏っていうんじゃなくて、初めから戦うこともせずに、つまり無傷の状態で日本のインフラもそっくりそのまんま、そして日本の自衛隊の基地もそっくりそのまんま、そして日本の半導体工場やさまざまなハイテク技術を持っている工場も全部そっくりそのまんまで、そのまま中国の方に入っていったら、中国の持っている国力っていうのはとんでもないことになりますよ。アメリカがそれを黙って見過ごしにするほど、アメリカはお人よしの国じゃないと思いますよ。1940年、第二次世界大戦の初期ですよ。7月3日やったかな。あの時にね、イギリスの海軍がフランス海軍、ちょうどチュニジアにいたと思います、フランス海軍の艦隊を全滅させたという事件があるんです。え、第二次世界大戦でイギリスとフランス戦争してたん？してたんですよ。なんでそんなことをしたかと言いましたら、その2週間前に
フランスはナチスに降伏したんです。パリ無血会場、ビシー政権。そしてその瞬間にフランスの軍隊はナチスドイツのもとに組み込まれたんです。ということはフランス海軍もナチスの海軍として組織的には組み込まれるということです。イギリスは海洋国家ですよ。海洋国家の命綱であるそのシーレーンがフランス海軍によって断ち切られてしまったらイギリスどうなりますか。そこでフランスのその艦隊に、艦長に向かって全部引き渡せって言ったんです。でそれは待ってくれ、それはできないと断った。我々はナチスドイツの手先にはならないからということで艦長がそれを言うんですけれども、イギリスは殲滅しました。確か、1300人近い戦死が出てますね。全部潰したんです。ついこの間まで同盟軍だったんですよ。でもドイツの側に入ったとなった瞬間にそれは破壊の対象になるんです。もし日本が中国の軍門に下ったら、米軍と自衛隊は毎年毎年合同演習やってるじゃないですか。つまりね、アメリカは日本の自衛隊の弱点を知り尽くしてるということです。どこを叩けばどうなるかということを知ってる。そして日米安保条約によりますと、どちらか一方がやめたと言ったら1年後に日米安保条約は消滅します。ということは日本が中国の軍門に下ったら、その瞬間に日米安保条約やめたと言うでしょうけれども、1年間は在日米軍基地にとどまる権利があります。そしたら米軍は在日米軍基地を使って何をするでしょうか。少なくともね、在日米軍基地の例えば横須賀、僕も行きましたけど、戦艦ミカサ見るためにね、すぐ隣にありますよ、米軍基地の。二度と修復不可能にするためにめちゃくちゃに破壊するんじゃありませんか。つまり城を旗上げて降伏したら平和がやってくるなんてことはないんです。下手したら新しい支配者によって蹂躙され、旧友軍からも攻撃されというね、踏んだり蹴ったり、そういうことだってありえるわけですよね。だからそういうお花畑の考え方で言ってると、ただただ日本を危機に陥れてしまうばかりであるということです。さてこのウクライナ戦争ですけども、今どんなことが起こっているのか、ちょっと簡単にですね、地図を描きたいと思うんですね。これウクライナ全然似てへんやろ。これウクライナで、ここがクリミア半島です。このクリミア半島に黒海艦隊があります。ここにセバストポリという軍港があって、それが黒海艦隊で、ロシアにとってはすごく重要なんですよね。と言いますのは、黒海というのはこれは冬でも凍らないんです。港が非常に重要なんですよね。このクリミア半島の北にヘルソン州というのがあります。その隣にザポリージャという州があります。そしてその隣に、ドンバス、そしてルガンスクという州があるわけですけれども、今ロシアがどんどん攻めてきまして、前は三方から散らしてたんですけれども、今は軍隊をこの東部2州に集中させておりまして、この東側の2つがほぼ 95% 陥落していると言われています。ここは落ちるのはもう時間の問題。クリミアの方は
すでに8年前にロシアが握ってるわけですけれども、このザポリージャとヘルソンを両方とも支配したら、ロシアは陸路でクリミア半島までつなぐことができますね。さらに、このここにねオデッサというのがあるんですけども、ロシアがこのままずっと西まで支配したら、ウクライナを海なし国家にすることができます。海への出口がなくなります。そうしましたら世界第5位の小麦穀物輸出国であるウクライナは船を出すことができません。陸路でないと食料を輸出することができなくなります。だからぐっと取り囲んでウクライナの海の出口を全部塞いでしまうということを考えているようですが、そしてそれに向けまして、まず東部の2つの州がもう間もなく落ちるのではないかというふうに言われておりまして、そしてそのことだけ見ていくと、ロシアがやっぱり自力の差といいますかね、ウクライナの兵隊全部で70万人いてるんです、徴兵も入れて。だけど70万人分の武器がない。で、武器が西側のものがすぐ届いても習熟するための期間が必要です。トレーニングしないと使い方が分かんない。それでここからじりじりとやってきた。前はですね、5月9日の対ドイツ戦勝記念日までに何らかの成果を上げなければならないということだったんですけど、もう今はね、締め切り日ないですから、ゆっくりじわじわと進めてますよね。だからこれだけ見てたら、まさにロシアはウクライナを飲み込んでしまうのではないかというふうにも思われるのですが、でもそうとも言えない、そんなに簡単な話ではないということを、まあ、3点ほど考えてみたいと思うんですね。まず第1番目は、これは西側の情報なのでどこまで正しいかどうか分かりませんけれども、現在ロシアの方の戦死者、兵隊の死者が3万人と言われてるんです。3万320人って書いてました今日。ロシアはソ連時代にアフガニスタンに入ってますよね。1979年の12月に入りました。そして約10年間戦って1万5千人の戦死者を出したんです。10年で1万5千人。ウクライナ戦争は3ヶ月で3万人。一般的に戦死者かける3倍が負傷兵と言われてます。ということはサザンガ9万人が負傷兵、それに3万人足すと12万人が戦場に立てないということになります。19万人投入していたとしても12万人が使えない。そうしましたら他のところから補充してくるということになるでしょうけれども、これはロシアのこの近代戦争の中でものすごいダメージですね。これ立て直ししない限りにはそんなにすぐにできない。今攻め上っているように見えますけれども、これね、悪あがき、もうギリギリのところでそうしているのではないかというのがアメリカの戦争研究所の見解でした。第2番目に、実はプーチンの周辺で変なことが起こってるんですね。この変なことって何かと言いますとね、ロシアにはオリガルヒと言われている大富豪がいるんですよね。もう超大富豪、この超大富豪、ロシアの国営企業の経営者たち、この大富豪たちが2月24日の戦争開始から今までの3ヶ月の間に8人死んでるんです。しかも全員変死です。自殺とか無理心中とか、しかも亡くなった人たち、まあ、これはね、中村博士という方がおっしゃってましたけどもね、亡くなった方々見ますとね、この企業の経営者というよりもプーチンの資金運用担当の人たちばっかりやってるんですよ。で、プーチン大統領っていうのはアメリカのアナリストによりますと不正蓄財22兆円と言われてるんです。
2兆円でもすごいで、2200億円でもすごい。なんか2200億円の方が大きいと思ってしまうこの私。22兆円の汚職と賄賂と不正蓄財で22兆円その資金を運用しているのがこの人たちですか。これね、今ロシア国内ではプーチン大統領はマスコミ支配してますから、プーチンの言ったそのまんまを国民が信じていますけれども、この不正蓄財について秘密を握っている人たちがプーチンに反旗を翻して、ほんまはこいつ陰でこんなことやってんねんでということを明らかにされたら、プーチンの人気は一気に下がります。このオリガルヒと言われている人たちは西側の経済制裁のために一番ダメージを受けている人たちです。この戦争はプーチンが始めたんです。止めるのはプーチンしか止めることできないです。オリガルヒの中でもプーチンにこれをやめてほしいと思っている人たちはたくさんいる。それでやめさせるためにはプーチンの秘密を握っている者たちがそれをバラすのではないかと恐れて、プーチンはこの8人を暗殺したのではないか。しかも軽々と。もうね、この人にプーチンにまつわる話は怖いのいっぱいあります。今までプーチンに盾ついた人たちの殺され方ってね、銃殺射殺ってほとんどね、ほとんど毒ですよ。なんで毒で殺すの？もがき苦しませて殺すんですよ。裏切り者は絶対許さん。そして万が一生き残ったとしても見せしめになる。一生廃人で終わるというね。まあほんまに恐ろしい、恐ろしいや、恐ろしいやとはよう言うたもんですね。だけどそういうふうに、だからね、今までピンシャンしてた人たちが戦争が始まって3ヶ月で8人が連続して死んでいくってね、いやみんな何であったんやね、そんな話じゃないでしょ。何かありますよこれは。つまり秘密を握っている人たちをも信用できなくなっている何かがロシアの内部で起こっているのではないか。でプーチンという人は FSB の出身ですよね。連邦保安局、旧カーゲーベイです。カーゲーベイっていうのはね、もう国内も国外もいろんなこと全部やってた、全部やってたので、ロシアになってからカーゲーベイを分解しまして、それぞれの分業体制にして国内の治安をコントロールするのが FSB という。でプーチンはこの FSB のトップだったんですよ。そしてエリツィン大統領によって次の大統領お前がなれ、その代わり俺の秘密は絶対誰にも言うわという裏取引の上で彼がトップになるわけですが、この FSB がどうもおかしい。まあおかしい話してたきりないんですが、あのクリミア半島を取った時にね、数万人の寝返ったウクライナ人がいてたんですけれども、今回もこの電撃作戦が成功するために FSB はウクライナの中に入って金で買収して、そしてロシアに寝返るようなウクライナ人たちをいっぱい作ってから入るということになってたんです。そのために莫大な予算が取られていたんですが、実は今になって分かったんですけどね、それらのお金はウクライナに入ってなかったんです。途中でね、猫ばばしてて、空動かんわ。もうね、ここまで腐ったかと。でこれはね、もしかしたらお金に目がくらんでやったんじゃなくて、この戦争をやめさせるため、失敗させるためにわざとやったんじゃないかと。まあ、このね、あのこういう話してるとね、何を信じていいか分からない。もう、ね、ありとあらゆるものを疑い出してですよ、もう何を信じていいか よく分からなくなってくるというね、ことですよね。まあ、一番恐ろしいのがですね、ハイブリッド戦争を考案した
ゲラシモフという参謀長がいるんです。参謀長というのは軍の一番上の人です。現場の一番上です。政治的な上は大臣ですけどもね、現場の一番上が参謀長ですよ。ロシア軍の場合はゲラシモフという人です。このゲラシモフがウクライナの戦場に行って、そして兵隊たちを激励する。そのためにウクライナに入った時に、なんとウクライナによって狙い撃ちされて、攻撃受けて負傷したと言われているんです。このゲラシモフがウクライナにいつ入ったか、どの場所にいるのか、どういう行動を取るのかというのはね、トップシークレットです。そんなことを知りうる人々というのはごくごく一握りの人たち以外にはない。この FSB の人たちしかない。 FSB の中でもトップの人しかいないだろう。にもかかわらずウクライナはそれを正確に把握していて、的確にそこに攻撃を加えることができた。漏らしたんじゃない。それで FSB の中のウクライナ担当を第5部と言います。この第5部を潰しました。プーチンは激怒して、そして一部逮捕、投獄、あと全員クビ。つまりね、信じることできないんです。かつて自分が長官を務めていた秘密警察のことを。まあこれは実に何かが起こっている可能性がありますよね。で、時間が経てば経つほど経済制裁というのは効いてきますよね。まあラブロフという外務大臣はね、経済制裁はいつか終わるが領土はいつまででも残る言うてね、涼しい顔してますけど、いや今回の経済制裁というのは生半可なものではないんですよね。で、EU は完全にね、年内にロシアの石油天然ガス9割カットということを昨日決めましたね。ですからロシアは国家として生き残ったとしても、あるいはウクライナの東部を取ったとしても、経済制裁はずーっと続きますので、ウクライナの東部や一部を取ったのと引き換えにロシアが食らうダメージっていうのは半端ないですよ。さあそれが続いていったら一体ロシアはどうなるだろう、ロシアはこれ乗り切ることができるんだろうかということで、これからね、世界で次々といろんなことが起こります。で、実はロシアというのはですね、世界ナンバーワンの小麦輸出国ですよ。1位がロシアで、2位アメリカ、3位カナダ、4位フランス、5位ウクライナで、2位から5位までどんぐりの背比べ、ロシアが突出して大きいんですけれども、今黒海がですね、封鎖されてますから、そしてここを封鎖してますので、ロシアの小麦も輸出することができないという。その結果世界中でね、16億人が食べれるか食べれないかわからないという準飢餓状態で、2億5000万が食うや食わずの飢餓状態です。つまりね、2億5000万の食べられない人たちの命を人質にとって、経済制裁やめろよと言ってるのが今のプーチンです。ところで皆さん、このロシアの小麦ってどこに輸出されてるかと言いましたらね、日本じゃないんですね。主に中東とアフリカなんです。2011年にアラブの春というのがあったのを覚えていらっしゃいますか。アラブの国々というのは全部で21あるんです。その21ある国はいずれも独裁国家でしたが、この独裁国家がまるで将棋倒しのようにバタ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 と倒れていく。なんで倒れていったかといったら、デモ行進が始まったんですよね。我々をなんとか解放しろということで、民主化運動というふうに言われていますが、実はこのデモ行進の一番最初は民主化要求じゃなかった。何を要求したかといったら、2011年ね、実はね、穀物価格が2倍になったんです。つまりね、
パンよこせ運動ですよ。食われやねえか俺らはみたいな、米よこせ運動ですよ日本で言ったら。つまりね、食糧難になりますと中東で激動が始まるんですよ。ウクライナとロシアの問題だけじゃないんですよ。これが世界中に大きな大きな影響を表す。さあ、じゃあこのロシアはこのままいったらどうなってしまうのかということなんですけど、経済的にはね、自利品ですよ。そこでぜひ紹介したいのが聖書の予言なんです。毎度見てますけれども、このお手元に聖書の言葉が出てきますね。旧約聖書のエゼキエル書です。今から2600年前に書かれた旧約聖書の予言です。エゼキエルというのは人の名前、予言者の名前。エゼクというのは強めるという意味です。エルというのは神、エゼキエルは神が強めてくださる人、神に強められた人。いい名前ですね。この中にロシアの戦争、ロシアによって引き起こされる戦争が前もって予言されているのです。内容を最初にざっくり言いますと、ロシアはいくつかの連合国を率いて再建されたイスラエルに攻め込んでくるが、世界中が見ている目の前で一日で崩壊してしまうという内容です。世界中はこのロシアと連合軍の全滅崩壊を目の当たりにすることによって、この予言を書かれた創造主なる神を信じるようになるという予言です。いつも見ていますが、復習のために本当にロシアのことを言っているかどうかというのをまず確認しましょう。2節です。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴクの地の国に顔を向け彼に予言せよ。このメシェクというのがモスクワの語源です。トバルというのがトボリスクの語源でありまして、ロシアというのは2つに分けることができるんでしたね。まあ私たちはこの今のロシアというのは2600年前にはもうただの原野でしかなかったわけですけれども、この現在のロシアというのは地球陸地の9分の1です。世界最大の国ですよ。このロシアのこの西の方に山がありまして、これをウラル山脈と言います。ウラル山脈から西側がヨーロッパロシア、ウラル山脈から極東ロシアまでのことをシベリアと言います。日本人もシベリア抑留で60万人以上が連れて行かれたという、あのシベリア。このシベリアの中心都市がトボリスクで、これがトバル。ヨーロッパロシアの中心はモスクワです。モスクワとトバルを両方とも兼ねている国、これは現在のロシア共和国です。2番目の根拠は、2節にマゴクの地の語句というふうに書いてありますが、このマゴクの地というのはどこかと言いますと、それが前の地図ご覧くださいますか、黒海とカスピ海の間の土地から上ですね。これ現在ちょっと隠れてますけど、ロシア連邦、黒海とカスピ海のこの間のこの辺りから上ですね。これが実はマゴクの地であるというふうに言われているんですが、何を根拠にそう言うかと言いますと、紀元1世紀にユダヤ古代史という本を書いたユダヤ人の歴史家がいるんです。このユダヤ古代史の中にマゴクの地とはどこを指すのかということの解説が書いてある。つまり今から約2000年前のユダヤ人の歴史家たちはこのヘブライ語で書かれてある旧約聖書をどのように読んでいたのか、彼らの理解は一体何でだったのか。その理解によりますと、黒海とカスピ海の間、ここがマゴクの地です。マゴクの地を今領土として持っているのはロシアなんです。だからこれはロシアのことを言ってますね。さらに15節下の段です。お前は北の果てのお前の国から多くの国々の民と共に来る。お前というのはゴグのことですね。ゴグ、ロシアは北の果てのお前の国からとありますように、イスラエルの中心であるエルサレムから見てちょうど北の方向にある国で、このエルサレムと北極点を結んでまっすぐ延長しますと、どこの町の上空を通るかといいますと、モスクワなんです。北というのは
北極点に向かう方角が北です。イスラエルの中心エルサレムからまっすぐに北極目指してずん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 北上していきましたら、モスクワの上空ドンピシャで通るんですね。北の果てのお前の国、イスラエルから見て北の果てというのはモスクワ、このモスクワを首都にしている国というのはロシアだから、ここで言ってるマゴクというのはロシアです。そのマゴクの地のゴグに顔を向けていいって書いてますが、このゴグというのは人の名前ではなくてタイトルなんですね。参謀総長とか天皇とか征夷大将軍とか大統領とか首領様とか、つまりこの時代のこのエゼキエル戦争が起こる頃のロシアというのはどうやら一人の強力な権力を握っている者がコントロールしている国であるようですね。さあこの国がやがてイスラエルという国に入ってくるのだというんですが、その時に単独で入るのではなくて同盟国を率います。その同盟国のリストが5節、ペルシャとクシュとプテも彼らと共にいてと書いてます。このペルシャというのはイランのことですね。さてこのイランのことについて少し考えましょう。実は最初にも少し申し上げましたけれども、イランというのはね、普通の国じゃないんです。普通の国ではないって何でわかるかといったらね、イランにはイランイスラム共和国憲法というのがあるんですね。日本には日本国憲法というのがありますよね。日本国憲法って何から始まりますか？全文から始まるんですよ。それと同じようにイランイスラム共和国憲法にも全文が書いてある。その全文に何が書いてあるのかということなんですけれども、まあ、これ一言で言いますとですね、世界をイスラム統一共同体にするために存在している国、つまりね、世界征服を目論んでいる国なんです。憲法の全文の中にイランの国家目標って一体何なのか、それはね、世界を単一のイスラム共同体を作るために我々の国が存在している。1979年にイランイスラム革命というのがあったんです。それまではパーレビという国王がイランの王様でした。そしてその時の時代のイランというのは世俗国家です。お酒も飲んだしタバコも吸ったし、まあ普通の国、普通の国というか王様の独裁の国でも世俗の国でも、パーレビ体制が倒れてパリに亡命していたホメイニ氏がイスラム教シーア派のリーダーが帰ってきまして、そしてイスラム革命が成功してイランが革命を起こしまして、そして憲法を作ったんですけども、その憲法の中に軍隊の規定について書いてある。イランの軍隊及び革命防衛隊の存在目的は一体何なのかということについて書いてあるんです。なんて書いてあるかといったら、イランの国防のためだけじゃない、全世界にイスラム革命を成功させるための軍隊、憲法に書いてあるんです。つまりね、イランという国はね、武力や軍事力を作ってよその国に入っていってイスラム革命を起こして原理主義の国にするということを歌ってる国です。世界征服を目論んでる国ですよ。ショッカーみたいな国です。これ分かる人と分からない人がいやで、彼らの考え方によりますとね、世界というのは抑圧する国と抑圧されている国があるというんです。抑圧国と非抑圧国がある。そして抑圧されている国というのは2つ、抑圧する国です。抑圧する国は2つあって、1つが大悪魔、これはアメリカです。小悪魔、これがイスラエルです。イスラエルというのは大悪魔であるアメリカがイスラム圏のど真ん中にくさびを打ち込んでイスラム世界を西洋の
汚れた価値観で台無しにするために打ち込んだテロの基地である。なのでイランの国家目標というのは大悪魔にダメージを与えるために小悪魔のイスラエルを滅ぼすことである。イスラエル殲滅ということをね、国家目標として堂々と歌ってる国です。おかしいぞこの国は、ほんまに親日とちゃうしこれで。このまあちょっとね、今日早めに終わる言うといてね、全然終わりそうにないね、これなんとかしますわ。でね、なんとですね、この、まあ、2019年に革命防衛隊で革命防衛隊の、トップがいるんですね。でこの人物が、我々はイスラエルを全滅させるということが我々の目標であるというふうに言ったんですね。なんで彼はそこまで言い切ってるかといったらね、スレイマーニという、革命防衛隊のトップが暗殺されたんですね、アメリカによって。でもイラン国内の情報をどうやってアメリカが知ったかといったら、イスラエルの情報網がイランの中に張り巡らされてる。まずイスラエルを全滅させるということが我々の目標であると言ったんですが、それだけではなくてですね、実はですね、このハメネイというね、イスラム教シーア派のもう大アヤトラというんですけれども、このムハンマドの直系、そして、最高指導者と言われているその人物が、2021年の5月にある法案をイラン議会に提案したんです、提出したんです。その議案とは何かと言いますと、2041年までにイスラエルを滅ぼすことを義務付けるという法案って何やねんそれと。ほんでね、この人ね、別格な人なんですよ。別格な人が法案出したらね、通るんです。通ったという記事まで私は見届けてませんが、別格のハメネイがそれ言ったら通るんですよ。2041年までにね、イランはイスラエルを全滅させるということを法律で決めた国、これどう思いますこれ。さあこのロシアにイランが従っていくというふうに言うんですけど、今ロシアはね、西側の経済制裁ですっかり疲弊してるんです。そしてドルはもうない、だからデフォルトですよ。で外貨がないこのロシアが生き残っていくためにはどうしたらいいかといったら、同じくアメリカから経済制裁を受けてるイランとの取引なんです。どういう取引であるかといいますと、実はですね、ロシアの行き場を失った石油はまず一旦イランに収まります。そしてイラン産の原油ということで、実はイランと中国は25カ年の経済協力協定というのにサインしてるんですね。イランは制裁対象の国なんですけども、中国はね、俺別に付き合ってへんし言いながら陰で取引してます。それが証拠に先月、イランのタンカーがギリシャ沖で臨検を受けるんですけど、中から約20人のロシア人が出てきましたね。で実はこの船っていうのは出航するたんびに船の名前が変わるというですね。まあね、経済制裁とか言うても、そう完璧に水も漏らさぬなんていうことは、これは難しいことですよね。このイランとロシアというのは制裁を受けている者同士、ドルを返さない経済貿易ができます。イランの通貨とロシアの通貨でそれぞれ決済することができるようにして、今結びついてるだけではなくて、5月25日にですね、このノバクという副首相が
イラン・ロシア特別経済協力協定にサインしました。つまりイランとロシアはこれから EU のように非常に密接な経済関係を持つということが5月です。ついこの間いよいよ出来上がったんです。もう一つの国を見ておきましょう。6節、ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民がお前と共にいる。この北の果てのベテ・トガルマというのはアナトリア半島のことなんですね。アナトリア半島というのは黒海のこの南の方、ここです。トルコです。ベテ・トガルマ、これはですね、ヒッタイト語でトガルマにそっくりの地名がトルコのこのユーフラテスの源流のところにあるんですね。このトガルマ、ベテ・トガルマというのはね、ベテというのは家という意味なんです。だからベテ・トガルマというのはトガルマの家という意味です。トガルマという民族が住んでいたその場所で、このトガルマというのがどうも人類史上初めて鉄器を使ったと言われているヒッタイト人と言われているんですね。このヒッタイト人の発祥の地がここなんです。イスラエルから見て北のこのベテ・トガルマと言われているところのものもロシアと一緒にイスラエルに攻め込んでくるというふうに言ってるんですが、さあこのロシアと一緒に来るトルコという国ですね、ご存知のように NATO の一員なんです。 NATO にトルコが加入した時のトルコは世俗国家でした。1952年に入ったんです。しかしながら今のトルコというのはその頃のトルコと全然違いまして、もうねイスラム主義の国になっていますね。エルドアンという人物がね、完全にこの国を牛耳っておりまして、三権分立ついてもね骨抜きにしてるんですよ。もう自分が自由自在に何でもできるようなそういう状況にしてるんですけれども、もうね時間がないのでもうちょっと一言だけ申し上げますとですね、実はこのエルドアンは2013年に上海協力機構に対話パートナーとして加入してるんですね。この上海協力機構というのは何かと言いますとね、ユーラシア大陸の安全保障を話し合うための協力協定枠組みと言われています。この上海協力機構というのは調印したのが上海なのでそう呼ばれてるんですが、本部は北京にあるんです。その中身っていうのはユーラシア大陸の安全保障のために話し合う枠組みなんですが、正式加盟国は8カ国なんです。8カ国ってどこかと言いましたら、中国、ロシア、インド、そして中央アジアの国々なんですね。安全保障の枠組みですからNATO のユーラシア版ということもできるかもしれませんが、 NATO の場合は30カ国です。上海協力機構の場合は8カ国しかないんですが、でも一個一個の国がむちゃくちゃでかいんですよ。ユーラシア大陸の5分の3です。そして人口で30数億人です。つまりね、世界人口の半分は上海協力機構です。領土と、まあ、面積と人口ということを問うならば世界最大の協力組織です。 NATO よりもはるかに大きいです。この上海協力機構に正式加盟しているのは8カ国ですけれども、準加盟国と準加盟国というのがあるんですね。この準加盟国のことをオブザーバー国家と言いますが、このオブザーバー国家で信用されるようになると晴れて加盟国になれるんですが、この準加盟がイランです。そして準加盟っていうのは、これは準加盟で認められると準加盟に格上げされ、準加盟でさらに信用されると格上げされて正式加盟になるんですが、これがトルコなんです。皆さん、トルコってね、
NATO のメンバーなんですよ。 NATO のメンバーが自分から2013年に対話パートナーに入れて言うて入れてもうたんですよ。やがて時間が経てば準加盟になり、最終的には上海協力機構になったらどうなりますか。中国、ロシア、イラン、トルコ、中国をハブの真ん中として結びつくんじゃありませんか。なんでトルコは NATO の加盟国で、そしてね、ついこの間までね、EU に入ろう入ろうとしてたんですよ。しかし2016年にもう EU に入る必要はないというふうにエルドアンは言いました。なんでそんなこと言ったかといったら、エルドアンが今やってる政治体制というのは EU に入ったらボロッカスに否定されることばかりなんですよ。人権認めへんから。そんなうるさいところもういらんわーいうことで、まあこのイラン、ロシア、そして中国がいるこの上海協力機構に軸足を移しつつあるというのがトルコなんですが、そんなことはトルコが加盟した当時考えることもできないことでしたが、今私たちの目の前で起こっていることは、ゴグに連なっていくベテトガルマがどんどんロシアに近づいていってるじゃないかということですよ。このいくつかの同盟国、しかもイランもトルコも8000万以上の国ですからね、人口。中東の国々ってみんな小さいんです。8000万クラスの国って21ある国の中で1つしかないです。アラブの国の中ではエジプトだけです。あともう全部3000万以下、あとは何百万とか何十万です。そしてイランというのは元アケメネス朝ペルシャ時代があり、トルコというのはオスマン帝国時代があり、似てるんですね。これ選挙はあるけど中身は独裁、ロシアとそっくり。これが親和性を持って結びついていくんですけれども、この国々がやがてイスラエルに突入するというふうに書いています。どんなイスラエルですか。8節、多くの日が過ぎてお前は徴収され、多くの年月の後お前は一つの国に侵入する。そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から親しく廃墟でやったイスラエルの山々に集められた者たちの国である。その民は国々の民の中から連れ出され、導き出され、皆安らかに住んでる。国々に散らされていたけれども、イスラエルの山々に集められたユダヤ人たちの国、今のイスラエルです。でもこのイスラエルは1948年5月14日までなかったんですよ。2000年間滅ぼされて、今イスラエルもある。ゴグの姿が見えてきた。イランやトルコがロシアに接近している。まさにここに書かれてあることが、パズルが一個一個塞がっていくように見えていくような時代なんです。ではロシアは何のためにイスラエルに入るかと言いますと、12節、それはお前が略奪し獲物をかすめ奪うため、また今は人の住むようになった廃墟と国々から集められて地の中心に住み、家畜と財産を所有した民とに向かって手を伸ばすためだと言いまして、つまりね、ロシアは略奪するためにイスラエルに入るというんです。略奪しないとやっていけないぐらいに飢えた国家になっています。貧しい国家になっています。貧しいからといって軍事力に訴えるということはよっぽどのことですけれども、今中国が大きな軍事拡大をして、そして台湾を狙って膨張していくのにあたって何をエネルギーにしていますか。歴史なんです。これをね、100年告知って言うんですよ。つまりね、まあ19世紀半ばから20世紀半ばにかけての100年間、清から中華民国に至るまで、あの中国のあのエリアっていうのは麻薬のアヘンを売りつけられてグダグダにされて、欧米列強にむしられて、かつては後進国だったはずの日本からもやられて、日清戦争で負けて、
無理やりに開国させられて、そしてむしり取られてむちゃくちゃにされて、この100年は国の恥だ、この恥を注ぐために共産党が皆様の恨みを晴らして差し上げますということでやってきたんでしょう。怨念です、恨みのエネルギーですよ。しかしそれは間違った歴史観に基づくもんです。嘘ばっかりや。だけどロシアはこれから、まあ、この戦争以降ね、経済制裁が続いて、そしてこのことはロシアの歴史の中に暗い陰りを残すようになると思いますよ。当然ロシアの中に恨みが募っていくと思いますね。それが何らかの理由でヨーロッパの国々ではなくてユダヤ人の国イスラエルに向くようになる。おそらくまことしやかな反ユダヤ主義に基づく国際情勢の理解みたいなものがこの当時ロシアに広まってるのではないかなと思います。しかしながらこのロシアがイスラエルに入りますと、イスラエルの国の中に入るとですね、1日にしてこのロシア連合軍は全滅します。21節、私は剣を呼び寄せて私のすべての山々で語句を攻めさせる。神である主の言葉、剣による同士討ちが起こる。イスラエル側は武器を使わなくても、この連合軍は自分たち同士で戦って自滅する。それ以外に22節を見ますと、天変地異が降り注いで、そして一日で壊滅します。23節、私は私が大いなるものであること、私が聖であることを示し、多くの国々の見ている前で私を知らせる。つまり今語られているこの五国連合軍の壊滅は、多くの国々が見ている目の前で起こるというんです。どうして地球の一角イスラエルで起こることを多くの国々がリアルタイムで見ることができるか。スマホがあります、衛星中継があります、サテライトがあります。今は世界の一角で起こるウクライナのブチャで起こっている惨状をリアルタイムで日本のお茶の間にいながら見ることができる時代です。2600年前にそんなものは存在しなかったんです。しかしこの事件が、このエゼキエル戦争が起こる頃には、多くの国々が見ている目の前でこのロシア連合軍の崩壊を人々は目の当たりにする。目の当たりにした時に、23節の一番最後、その時彼らは私が主であることを知る。さあ、主であることを知るってどういう意味でしょう。まずこういうことが起こるはるか前に、こういうことを前もって告げ知らせていたということを通して、歴史を最後まで見通す神の全知を知る、神の全知性を知る。2番目、いかなる強力な部隊も人が指一本動かすことなく、同士討ちと天変地異によって完全に葬り去ることができることを通して、神の審判の力を知る。3番目、聖書の中にはイスラエルを祝福する者は祝福されるが、イスラエルを呪う者は呪われるという予言があるんですが、このエゼキエル戦争はイスラエルを呪う究極の形です。イスラエルを呪う者は契約に基づいてこのように呪われて終わるということを示すことによって、創造主は聖書の約束に忠実な方であるということを人々は知る。最後に一個お話をしてですね、終えたいと思いますが、イチローも引退しましたけど、あの人名言多いですよね。僕もイチロー名言集を何冊か持ってるんですけど、いやほんまに考えて生きてる人の言葉って含蓄があるなと思うんですけど、実は彼がね、小学校の時に朝から晩まで野球やってたんですね。そしたら近所の人がね、あいつ野球ばっかりやって何してんねん、プロ野球選手にでもなろうと思ってんの、まりまりって言ってそうですよ。今でも覚えてますっていうふうに言い方やった。感じくちゃ思ったんでしょうね。
だけど彼は高校の時に甲子園出て、そして高校3年生の時にドラフト4位でオリックスに入団します。この入団するプロになる1週間前にいとこの結婚式があったそうです。その時に親戚一同が集まるんですが、そのうちの一人のおばさんがね、あんたプロ行くけどあんたみたいな小さい体やったら絶対活躍できへんわ言うてね、この確率論でいかに彼が活躍できないかってことをいっぱい言うんですって。まあ親戚の中に一人くらいそういう人いますよね。不思議なもんやなこれ、あんまに。だけど3年後に一軍に上がって、そしてその年に210安打、そしてそれを皮切りに7年連続首位打者になったんです。そして大リーグに行くことになるんですが、その大リーグに行く前にですね、大リーグでも首位打者になりたいなって言ったら、野球評論家の人がね、いやそれは無理やと、ボールが違うし、あら無理や、フィジカルが違う、無理や無理やって。だけど大リーグで2回首位打者になったそうです。それまで無理だ無理だ無理だ、ありえない、おとぎ話だ、こんなことは実現するはずがないという人たちは皆黙らざるを得なかったんです。どうやって黙らしたかといったらですね、黙れって言って黙らしたんじゃないんです。結果を見せて、結果で黙らせたんです。聖書の多くの予言はありえないよとか、夢物語すぎるとか、あまりも非現実的だ、ところが時が来たら全部実現してきたんです。有言実行、旧約聖書という有言を神が実行なさる、有言実行、結果で黙らせる、このエゼキエル戦争の結末を多くの国々が見ている、目の前でそれが起こるときに、人々は結果で神を信じた。でもエゼキエル戦争を待たなくていいです。皆さん、創造主は私たちを驚かすために、怖がらせるためにそう言ってるんではない。正しい神がおられて、そしてこれを前もって語らしめ、そして日本語で読めるようにされてるのは、神があなたを愛して立ち返ってくることをお望みになっているからです。ということで、皆さん大きく時間をオーバーしました。どうぞ許してください。次回こそは質疑応答の時間をとってですね、皆さんと有意義な時間を過ごしたいと思っておりますので、ぜひまたいらっしゃってください。今日は最後までご清聴ありがとうございます。